皆さんこんにちは、滝沢勝哉でございます。ゲッ滝沢勝哉でございます。イエーこんにちは、突然のお知らせ動画でございます。2018年11月1日、つまり明日、町田のまほろ座という場所で歌い手がワンマンライブをします。そんな感じの突然のお知らせ動画でございますよ。まあね、この滝沢勝成 YouTube チャンネルはチャンネル登録してるし、フォローしてるけれども、なんか滝沢勝成の Twitter は見てないよとかね、歌い手に関しては知らないよっていう方、結構多いと思うんですよ。歌い手というユニットをやっておりまして、そのワンマンライブが、明日、町田のまほろ座という場所で、ございます。あ、そんなユニットやってたんだ、知らなかったっていう方、ぜひ、町田まほろ座遊びに来てくださいませ。なんかそんな感じの緊急告知動画って感じなんですけれども、まあ、もっとね、まあ、早めにお知らせをすればよかったんですけどね、なんか本当に気づいたらなんか当日が来ちゃったみたいな感じで、わったんわったんな感じでございますよ、ほんまに。はぁ、11月になってしまって、もう年が終わる準備が始まってますね。でも残る2ヶ月ですよ。10月終わっちゃって、本当にもうどういうことだこれって感じですよ、ほんまに。もうびっくり。どういうことよ、これ。まあそんな感じでね、ちょっと突然のお知らせになってしまったんですけれども、町田のまほろ座ぜひ遊びに来れる方は、ぜひ、歌い手のワンマンライブ遊びに来ていただけますと幸いでございます。めちゃくちゃ音が、良いと評判でございます。ちょっと僕は、まほろ座行ったことないんですけれども、とある、僕の友達のエンジニアの人が、もうまほろ座はすごいめちゃくちゃ音がいいと。まあね、ちょっと、ライブハウスの、ね、箱としては少し高いかもわかんないけども、もうブルーノートとかコットンクラブとか並みにも音がいいから、もうそういったところを借りるって考えたらめちゃくちゃリーズナブルっていうくらいにもう絶賛している、ライブハウスでございます。僕もすげえ楽しみですし、そのね、いい音の環境でライブとなるので、ね、皆さんにもすごくいいものをお届けできると思いますので、ぜひとも、遊びに来ていただきますと幸いでございます。まあなんでね、この突然のお知らせになってしまったのかと言いますと、一応僕はね、この滝沢勝成チャンネル、個人チャンネルとその歌い手に関してはですね、一応この別枠って考えてるんですよ。だから一応なんていうのかな、僕の個人的な力を使わなくても、その歌い手がある程度このお客さんを呼べるようにという感じで頑張ってはいるんですけれども。なんでまあ、本当はね、ちゃんと歌い手の方で、Twitter とか YouTube チャンネルとかをちゃんと活用して、向こうの方のプロモーションでね、まほろ座、頑張って埋めたかったんですけども、ちょっと僕がですね、そのイベントやら、なんかこう、なんかライブやら、なんかいろんな作業にね、このてんやわんやしちゃってね、なかなかそのプロモーションができなくて、なんか、ちょっとまあこう言ったらあれですけどもね、ちょっとお客さんがちょっと寂しい感じになっちゃったぜっていうね、あんまりチケットの売り上げがかんばしくねえぜっていう感じなわけでございますよ。なんでね、ちょっとチャンネル登録がね、たくさんある、こちらの滝沢勝成チャンネルの方で、まあ、ちょっと告知をさせていただいて、少しパワープレイをさせていただこうかなと思った次第でございます。すいません。なんかもう、最初から滝沢勝成チャンネルで告知をするなら最初からやれよって話なんですけども、なんか僕の中でちょっとそういう葛藤があるわけですよ。なんかわかりますでしょうか。この滝沢勝成のチャンネルを使わなくても、歌い手はたくさんね、人を呼べるように頑張りたいなっていう感じの、なんか狙いがあるんです。僕の中で。そういうテーマがあるんです。なんでまあね、ちょっとその中途半端な形になってしまって、なんか視聴者の方にね、なんか一番迷惑をかける形になってしまって、すごく申し訳ないんですけども、まあ、もし明日11月1日、町田のまほろ座、もし来れそうでしたら、ぜひ、今からでも、全然チケット用意できますので、遊びに来ていただけますと幸いでございます。詳細はね、下の、URL とかに書いておくんですけれども、僕個人のその LINE アットの方ですね、公式 LINE みたいなやつ、そっちの方に連絡いただければ、当日でも前売りの料金でご案内させていただきますので、当日、ちょっと11月1日、なんとも仕事調整できるかどうかわかんないなという方、もしいらっしゃいましたら、7時半スタートっていうね、少し遅い時間設定ですので、当日頑張って、残業をやっつけていただいて、お、これ来そうだと思ったら、ぜひ LINE の方にご連絡くださいませ。お名前とね、そのチケットの枚数だけご連絡いただければ、お名前で入れるように、前売り料金で入れるようにさせていただきますので、ぜひとも、ご検討いただけますと幸いでございます。ちょっとね、大人な空間で、お酒とか食事とかを楽しみながら、くつろげる上質な時間になると思いますので、お知り合いの方、同僚の方、先輩、会社の先輩、お友達はお誘い合わせの上、遊びに来ていただけますと幸いでございます。そんな感じでした。そんな感じでございます。まあ、
このワンマンライブ前々日の、こうしてる今もなんかもうね、あれ作ったりこれ作ったりな感じで、ワオって感じだぜ。もうワオっつってね、本当にもうワオワオ、そんな日々でございます。わかりますでしょうか、伝わりますでしょうか。伝わりませんよね。まあそんな感じです。ごめんなさい、突然のお知らせになってしまって申し訳ないです。もし11月の1日、町田のマホロ座都合がつきましたら、ぜひ遊びに来ていただきますと幸いでございます。詳細の方は、URL の方ぜひご確認くださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。もうちょっとしたらバッドフィーリングの、あの店舗別10分間弾きまくり動画が、公開となりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。で、次回送ったわけじゃないですけどね、あの今ちょっとやろうと思っていることがあって、あの米津さんのフラミンゴって曲あるじゃないですか、最近発売したやつ。米津さんのフラミンゴと、あとあいみょんさんの、今夜このままという曲、その辺のね、この新しい J-POP 的なのを、ソロギターアレンジでやっていくシリーズをちょっとやろうかなと思っております。初心者はこれ弾けシリーズとかも、ね、完結させたいところなんですけども、ちょっと、また別枠でちょっといろいろとやっていこうかなと思っているので、ソロギター勢の方々、アホギ勢の方々、ぜひ楽しみにしておいてくださいませ。楽譜付きで、この間のレモンみたいな感じで楽譜付きで、展開をしていこうかなと思っております。演奏動画、解説動画、そして楽譜、その3本柱セットが、受付開始といいますか、そのバッと動画で公開になりますので、ぜひ楽しみにしていただけますと幸いでございます。なんか6分ぐらい喋っちゃった、まあ、モニターがあるんですけど、ここに6分ぐらい喋っちゃったこんな感じでモニターがあるんですけどね、6分ぐらい喋っちゃった。じゃあそんな感じでまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。おやすみなさいませ。じゃあね。いやー、もう夜遅いから帰ろう。今日も帰ろう。